ここでは、高校物理の学習過程で、欠かすことができない微分方程式を解いてみることにします。その微分方程式とはこちらになります。このタイプの微分方程式は、力学にとどまらず、電磁器や原子分野などでもしばしば見かけるもので、ぜひ一度は解いて、その解を書き出せるように訓練しておいてほしいのです。X は時間の関数です。 そして k と x0 は時間によらない定数です。まずは x. ロッを本来の微分記号に戻しましょう。x-x0 が0に等しくない場合について解いてみます。この時、このような主権形ができますね。左辺の変数は x のみ、右辺の変数は t のみとなりました。このように、右辺と左辺に変数を分離ができる微分方程式のことを 変数分離型微分方程式と呼びます。で、この両辺を積分をします。高校数学の範囲で両辺とも計算が実行できますね。両辺の積分定数は移行して右辺にまとめ、シートを置きました。あとはひたすら X に関して変形していくのみです。指数関数の性質から右辺はこのようになります。そして絶対値を外します。 ここで、プラスマイナス E の C 上は0以外の様々な値を取ります。そこで A と置き換えることにしましょう。するとこのような解が得られました。確かにこれは元の微分方程式を満たすことは簡単に確認が取れます。さて、先ほど除外しておいた X イコール X0 は解なのか、そうでないのか、別途判断をします。 x0 は時間によらない定数なので、x ドットは0になります。よって、x イコール x0 は、微分方程式の解になっていることが確認できます。ただ、この解、よーく見ると、左の解の a イコール0の場合に等しいですよね。つまり、微分方程式の解は、左の0以外という言葉書きを消去してしまえば、すべて表現されることがわかります。 これが元の変数分離型微分方程式の一般解と呼ばれるものになります。また、解が指数関数で表現されることからえ、僕の講義ではこの微分方程式のことを特別に指数関数型微分方程式と呼ぶことにしています。えこの名称はね、世の中では通用しないかもしれませんので、え当サイト内で通じる表現だと記憶してください。また、できればこの一般解をすぐに書き出せるようにしてほしいのです。 え、覚えるのはさほど難しくありません。まず、指数関数型だと分かった時点で、この形に即座に式変形をしてください。そして、赤枠の部分をそのまま書き出し、イコール2意定数かける e と書き出します。2意定数の文字は、α でも β でも b でも構いませんよ。指数部は、黄色の枠内の文字をそのまま書き出し、 最後に時間を表す変数 t を添えて終了です。どうですか簡単でしょそれでは実践的な事例でやってみましょう。これはある物体の運動を記述した運動方程式です。式の中に v ドットと v があるので、慣れればすぐに指数関数型微分方程式であることが見抜けるようになります。 早速、v イコールという形に式変形します。この形に変形することがポイントですからね。回は赤枠内をそのまま転記して、イコール l に定数かける e と書き、黄色の枠内の文字列をそのまま書き写して、最後に時間を表す文字 t を添えて完成します。これが一般解です。さて、 こちらの指数関数型微分方程式をご覧ください。一般解はくどいようですけどすぐに書き出せますね。2定数を A としてこのような回になることを説明してきましたで。もし黄色で囲った部分が負の値ならば、その解に個性的な特徴があるので考察をしておきます。十分に時間が経った時、右辺の指数関数の値は限りなく0に近づいていきます。 したがって、左辺の値も0に近づいていく。つまり、X の値は限りなく X0 に近づいていくことを意味します。X が限りなく定数に近づいていくということは、X ドットは限りなく0に近づいていくことになります。これは元の微分方程式からもわかりますよね。物理の場合は、数学ほどの厳密性は要求されませんので、十分時間が経ったとき、 x は x0 に等しく、x ドットは0に等しいと言っても問題はありません。でこのタイプの微分方程式を見たら、十分時間が経ったときには、x が時間的に変化しなくなることを即座に思い出せるようにしておいてほしいのです。また、このタイプの微分方程式の解のグラフは、解を求めることなく描くことができます。 個々の問題で、任意定数を決定するための初期条件が与えられます。例えば、時刻0で x が x1 だとしよう。つまり、黄色の点を通るグラフを描きます。そして、大事なのは、十分時間が経った時の収束値です。これも微分方程式を眺めればわかります。左辺の x ドットが0の時、右辺を見れば、x は x0 に等しくなることがわかります。 でもし、x1 よりも x0 の方が小さいならば、前近線を破線で描き、x1 から x0 に収束していく指数関数曲線を描き出せばよいのです。このように、訓練さえすれば、解を求めなくてもグラフは描けるようになります。ちなみに、x1 よりも x0 の方が大きい場合は、解のグラフはこのような形になります。よろしいですね。 余力のある諸君は、グラフのさらなる特徴を覚えておくと良いでしょう。時刻0におけるグラフの接線と、x イコール x0 の前近線との交点がありますよね。その横軸の座標は、k 分の1になることを簡単な数学で証明することができます。定数形が大きいほど、k 分の1は小さくなり、グラフは速やかに x0 に収束するグラフとなります。 つまり、K の値は収束の速さを表す数値であることを理解してください。今すぐ覚えろとは言いませんよ、えー。演習を繰り返すことで重要な部分がどこなのか少しずつ学ぶようにしてくださいね。これも実例を見てみましょう。この微分方程式を時刻0の V の値が0に等しいという初期条件の下で解きたいとします。ただし、 解を求めるほどではなく、グラフの外形を描く問題だとしよう。まず、微分方程式の形を整えます。V の係数が時間によらない負の定数であることを確認してください。初期条件の値をグラフにプロットしますね。十分時間が経てば、V ドットは限りなく0に近づくはずなので、微分方程式から収束値が K 分の MG であることを確認します。 そして、グラフにその前近線を破線で描きましょう。可能であれば、収束のスピードを図に反映させるために、この部分の逆数から、時刻0におけるグラフの接線を描きます。この作業は必要がなければ省略しても構いません。そして、この線を接線、この線を前近線とする指数関数曲線を描いて完成です。確認をすると、 時刻0における接線の傾きは G ですよねえ。つまり時刻0からしばらくは G の加速度で速度を増していくものの次第に加速は鈍くなり、やがて加速しなくなる。そんなグラフになっていることがわかります。まとめると、えー、この形に整理された指数関数型微分方程式の一般解は赤枠内をそのまま書き出して 認定数 ×E のマイナス KT となります初期条件から2定数の値を決定できれば、その問題の特殊解が得られます。途中の時刻の正確な値が必要な質問ならば、特殊解を求めて議論する必要がありますが、多くの入試問題では十分時間が経過した時の値のみが求められたり、せいぜいグラフの外形を描くように要求される程度です。 X の係数が時間によらない負の定数の場合、十分時間が経った時に X が時間的に変化しなくなる特徴があります。このことを利用して X の収束値を求めたり、グラフの外形を描けるようにしておきましょう。今回学んだことは、演習を繰り返せば自然と作業ができるようになります。初学者は心配しないようにしてくださいね。